いや、全然、全く僕は、むしろ生涯に会っていたくもありませんね。まあ、僕も結構人好きですしね、人前出るのも、まあ、言っては変じゃないですか、まあ、物おじない方ですので、まあ、楽しく、分かりやすく、みんなで一緒にっていうね、そういうことをモットーにやっておりましたので、それをそのまま YouTube の中に持ち込んできましたので。はい、こんにちは、柴崎です。今日のテーマは、あなたをね、もう涼しいところにね、お連れする、そして一緒にそこでスケッチをするというイメージで描いてみたいと思います。このはっきりした部分、そして曖昧な部分、これがね、空間を表現する大切な条件ですよ。はい。さあ、ここで物差しの登場ですね。いきます。ガリってこういう風です。ね、太いとこ、細いとこ。これは白樺ですよね。初心者の方がやっぱり絵でつまずいてしまう。それはやっぱり何かすぐ身近にありそうなものが描けそうで描けないっていうね、そのじれったさ、そこら辺で皆さんこうつまずいてちょっと嫌になってしまう。だからそこら辺をもっと僕分析してね、これはこんなふうに見たらいいんだよとかですね、木なんかほらこう描いたら描けるんだよとかね、枝はこう出てるんだよとか、そうやって日常、実は皆さんたち、見てるようで見てないものですね。そういうのを僕は画家の目を通して、そこを目を開かせてあげる。そしてそれを具体的な表現として皆さんにお手伝いしてあげる。登録者の方の、まあ、60万人いたら、それですぐ反応があるのは本当に数万人なんですね。ということは、その裏にいつもこう黙々と、まあ、見てるか、たまに見るか、何かそういう方たちがいっぱいいるっていうことですね。で、こういう人たちがこのコロナの中でどんな生活を営んでいくか、その時に僕たちはじゃあここで、どういうふうにできるだろう。では、そういうふうにこう黙々と影に、ね、やられる方たちに向かって、水彩画をもっと手軽に、じゃあ鉛筆でも今までちょっとね、黙っていた皆さんたちも一緒にやりませんかっていうね、そういう呼びかけを始めにしたんですね。これから先行きは分からない、不安を抱えているたくさんの方たちが、鉛筆一本で参加して絵を描いて気持ちが安らかに、また作る喜びが得られる。で、そうなったら素晴らしいだろう。やっぱり絵の嫌いな子供っていないんですよね。もうどんな子供さんでも2歳3歳の頃はみんな一生懸命絵描くんですよね。ところがいつの間にか、まあちょっと小学校中学校あたりでだんだん嫌いになったり挫折してみたりね、まあ、いろいろな形ですよね。それから多くなったらもう日々の生活に翻弄されてしまって、ますますちょっとね、興味を失ってしまうっていうのはそういうことだと思うんですね。だからそういう最初はみんな絵が好きだったっていうね、そこの喜びをもう一回みんなでどうですかっていうところですね。絵を描くことによって絵が上手くなったかどうか以前に、この世界が見え方が変わるっていうことですよね。例えばね、今まで雲が出てきたから雨が降るとか洗濯物入れようじゃなくて、雲の形はこうなってるんだなとかですね、わあ、あの雲とこの雲こうなって素敵ねとかですね、そういう感性とか観察力というか喜びというかね、絵を描くことによってそれが生まれるんですね。それが絵を描くことの一番の宝物かと思いますし、絵っていうのはもう人の心の垣根も、だから国境も越えてお互いに伝わっていくものだと思ってますし、そういうものを自分の手の中にしてるってことは僕にとって非常に幸せだと思ってます。まあ、とにかくまだまだやりたいことはたくさんありまして、まだ私が今まで各講座で教えてた本格的な内容ですね、実はこれ YouTube ではやってないんですよ。
もっと僕は語りたくて、もっと実は後世に残していきたい、まあ少しでもレガシーになるようなものがあれば、絶対そういうものを残していきたいと思っております。まあ少年親しく学の成り方ですよね。自分もこの年になってみて、もうつくづく思うことです。だからやっぱりやりたいことがあったら、その時にやってみるっていうことですね。何をさておいて、まず自分のやりたいことをやってみる。そのように環境を自分でも作っていくっていうことが、人生はとても大事かなって思ってます。ね、この世の中でご自分で身につけたい、あるいは将来そういうものをこう持っていきたいっていうものはたくさんあると思うんですよね。まずお金があったりね、若さがあったり、あるいは美しさがあったりとかね、健康があったりとか、地位があったりとかですね、もうそれぞれ皆さんいろいろあると思うんですよ。あると思うけども、でもそれとは全然違う、もう自分の身の回りがこんなに素敵なんだとかね、こんなに感動的なんだ、そういう中に自分は今生きてるんだっていう、それが見つかる、それは日常自分のものとしていつも感じられる。それが絵なんだよってことですね。だからこれは他の全てのものに変え難いものかと思います。それが絵だというふうにお伝えしたいですね。